今日のテーマは平子さんへの寄せ書きをみんなで書こうです。今日が誕生日の平子さんにみんなで書いた寄せ書きをプレゼントしましょう。どうせプレゼント募集するならもうちょっとちゃんといいやつ、ちゃんとしたやつとかさ、ちゃんといいやつだから寄せ書きだって、はい、あリアクションが来てます、久喜市ラジオネーム三春、平子さんなんで寄せ書きもらえるのに上がらないの？あ、それだけですか。それだけですか。上がらないガン上げでしょ。ガン上げ、寄せ書きガン上げって聞いたことある？寄せ書き今嬉しいんじゃないですか。寄せ書きサンキューガン上げって言う？言わないっしょ。いやいやいいんじゃない今。物もだってさ言ってもなんか揃ってるし、床暖だってあんだから平子さんちさ、寄せ書きでいいんじゃないですか。気持ちの部分。そう気持ちの部分、物じゃなくて。なんか安く仕上げられた感もあるけど、うん、いやいやそんなことないですよ本当、うん、マジでみんな、まあ、もらったことはないんだよね。卒業の部活の時になんかボールにちょこっと後輩が書いたりするけど仲良かったから、はいはいはい、その寄せ書きほどなんか気持ちがね、うん、込められてたわけじゃないし、この年になってっていうのもね、うん、なかなかないでしょ。だって寄せ書きもらうこと、まあまあないね。確かに学生時代だったりっていうのがメインだからね、うん、なんか職場でもどっかね転勤とか、うん、そういうのも我々ないし ね、うん、こういうのが嬉しいんじゃないですか今だから、まあ、書いた側ではかいね、うん、あるけども、うんうん、転勤しちゃうねスタッフさんとかにはね、うん、まあまあそういうの考えるとまあまあ、うん、気持ちはねこもってればいいと思うけど、そうそうそう、あじゃ あ来てますね、うん、読んでいきたいと思います。札幌市ラジオネームギャライト、いいですね、うん、平子さん誕生日おめでとう、37歳になって吹かす芸風って恥ずかしくないの？平子さん今年を変化のために大事な一年にしてね。なあ俺え？なあ吹かす芸風って、それ俺芸風吹かしてねえし。いや平子るみたいなことも、いやじゃあ平子るで通用するじゃんこのラジオ内では。なんだ吹かす芸風って、今そこ紐解く必要あるよ。いやでもそういう嫌な言い回しでさ誕生日によで素直な柔らかい気持ちでこの子書いてくれてるから。柔らかくねえだろ吹かす芸風って、うん、そんなトゲトゲしないでよ。思ってんだからちゃんと思ってること書いてくれてる。だから言ってんだよ。でも本当に思ってること書いてんのよ。だから言ってんだよ、うん、思ってること書いてるだろうから言ってんだよ。これマジで嘘偽りないです。だから言ってんだよ俺は。いやちょっと1枚目からおい3枚目ぐらいからとかなんかさ。いやもうどしどし来てますから読んでください、ラジオネームスペインのミスター。あ僕が好きな平子っち、ほら、うん、僕が好きな平子っち、売れてないくせに髪型に気を使う自尊心。僕が好きな平子っち、金がないとかほざくくせにいいカバンを買い揃える自尊心。僕が好きな平子っち、僕面白いでしょという自尊心が見え隠れするツイッターの文章。僕が好きな平子っち、現実を見ないで変わろうとしない自尊心。僕が好きな平子っち、ゴミみてえな自尊心。僕が好きな平子っち、ガキみてえなマインド。平子っちおめでとう。こらほら、ダメです。一生懸命書いたんだから、これでも。ちゃんと。自尊心。俺、ツイッターやめる。ダメです。いや、そういうことじゃないから。自尊心なんでしょ？髪型ももしゃもしゃにする。いや、それでも、ほら、平子さん。カバンも買い揃えない。買い揃えないってなんだよ。買い揃えてるわけじゃねえや。なんでこんなディスらなきゃいけねえんだ、俺が。誕生日迎えたばっかよこれ言ったら、はい、ディスじゃないからこれは。寄せ書きでこんなんあっかよ。なあまっすぐ言うぞ、こんな寄せ書きはないんだよ。いやこれ寄せ書くのか。いやそれですよ、かつてそれが平子さんですよ。これか。そうそれ。いやこういう気持ちもあるんですよ。でも腹立たしくてしょうがないよ俺は。そんなことないですよ。ちょっと、ラジオネームのすけのすけ、もしも涙に濡れてしまったら、優しく拭き取って
ぎゅっと強く抱きしめて、いいじゃないですか、あなたにしか直せないから。私みたいな。西野カナ、トリセツより一部抜粋。いや、お前、ね、うん、わざと一番最後の分ちょっとスペース空けて、うん、俺が分かんねえようにしてんじゃないよ。お前の言葉で送ってこいよ。いい曲だからやっぱり。なんで夜に寄ってお前西野カナのトリセツなんだよ。いや、トリセツめちゃくちゃいい曲だから。これ西野カナのトリセツだろ。俺のトリセツじゃねえんだよ。歌詞の一部だ、歌詞の一部。いらねえよこんなの。うわ、それはだってある意味西野カナからもらってのもんすよ。寄せ書きを、ある意味ね、その言葉を。そう考えたら、うん、ね、あぶね、違うぞ。吸い込まれてくる。西野カナ違うよ。自分の言葉で素直な気持ちを、おめでとうのね、感情を込めてよ。うん、福島県ラジオネーム平子の父です。え、ゆきおめでとう、お父さんです。あんなに小さかったゆきが37歳を迎えるなんてちょっと信じられない気持ちです。え、マジじゃん。知っての通り、うちは次男がレスキュー隊員、三男が海外留学と、二人とも小さい頃から優秀でした。なのでゆうきが芸人になりたいと言った時は、まあこいつは失敗してもいいか、この子とは距離を置こう、次男と三男だけに愛情を注ごう、そんな風に思ったことをはっきり覚えています。芸人崩れのお前と連絡を取るのはこれ気になると思います。適当に生きてください、もう関係ないんで。金輪際絶対に連絡をしてこないでください。父より。お父様からいただきましたけどね。ステッカーあげましょう。あげねえよ、ふざけんなよ。あげましょうよ。ダメだこいつ、だってこいつさ、うん、ラジオネーム平子の父ですっつって、うん、住所も他何にも書いてねえんだよ。だから父だからですよ、それ分かるだろってことでしょ。俺の実家に送ればいいのか。実家に送れば、平子さんが正月帰った時でも平子さんに渡しますよとかくれんのか。冗談じゃねえや。いや、お父様からね寄せ書きいただいたらこれは嬉しいんじゃないですか。最低の誕生日だぜ。嬉しそうだな。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、今日のテーマは平子さんへの寄せ書きをみんなで書こうです。今日は誕生日の平子さんにみんなで書いた寄せ書きをプレゼントしています。リアクションメイクってます。ラジオネームよりこと。いやー、平子さんのお父さんからの寄せ書きとても感動しました。産んでくれたパパママに感謝、今日くらいは素直になろうよ、そのアポケット君記念日より一部抜粋。いや、ほらそういうことなんですよ。抜粋してんのこれ。抜粋してますよ、歌詞にもありますよそれは。本当素直になろう。いやー、平子さんのって入ってんの。下のそのポケの下のね、うん、知らねえよ。いや、神曲だから、ね、いや神曲なのは知ってるけど、うん、神曲なのは知ってんですね、うん、知らねえ、そこも全部知らねえ。結局かかってきてんすよその曲にも、こういう気持ちもあるんだから、君記念日。あ、じゃあメール来ました、うん、来ましたっつうか、これ俺テーマ俺読むの。いや、読んの俺読むのがおかしくない、そもそも平子さん読んでちゃんと噛み締めてもらいたいの俺は。でこれ辛辣な意見とか俺読むんで、それで辛辣な意見ももう来ないから、もう大丈夫です、辛辣な意見だけじゃないから。本当、うん、じゃあちょっと読んでいきますよ、うん、ラジオネームカエルくん。流すけどさ、平子さんお誕生日おめでとうございます、うん、そんな平子さんにこのことわざを送ります、うん、人の一寸、うん、我が一尺、うん、この意味は他人の欠点は少しのことでも気がつくが、自分の欠点はどんなに大きくても気がつかないことの例えです。ふかしの平子。他人の言い間違いにくどくど上げ足を取る、ふかしを固くなにやめようとせず他人を巻き込み、次第には全員を出口のない迷路に誘い込む悪しき輪廻。誕生日を境にふかしからの下脱期待しています。うん、やっぱりみんなそう思ってんだ、ふかしの
これ何のつもりしてんの送ってくるやつ。それだから寄せ書きですよ。寄せ書きじゃねえだよ。素直な気持ちなんですよ、これが。でも誕生日にディスりましょうのコーナーじゃねえか。違います。生まれた日に。違います。こういう記念日ディスりましょうのコーナーで。違います。誕生日だからこそこういう気持ちも受け取ってほしいっていう。誕生日にディスられてどういう気持ちになればいいんだよ。ここを機に境に生まれ変わろうって思ってほしいんですよ。なこれ悪しき輪廻とか言われてよ。悪しき輪廻ですよ、はっきり言うけど。気づいてくださいよ。引き続きあなたからのメールお待ちしております。お待ちしてねえよ。メールアドレスはab@allnightnippon.com です。今日のテーマ続けますか。いや、やりますよ。俺はやりたくない。いやいや、平子さんの誕生日ですから寄せ書き募集しましょうよ。まあ、一応今日のテーマ、平子さんへの寄せ書きをみんなで書こうということで、うん、まあ、今日がね、私平子の誕生日ですので、はい、まあ、そのみんなで書いた寄せ書きをプレゼントということにはなってるんですけれども、うん、これまあ俺読むのね。平子さんが読んでちゃんと噛み締めてください。俺本当に嫌な気持ちになるわ。いやいや、俺切れたらマジでごめんね。俺切れるとさ、うん、バーッともう目の前真っ白になって気づかない。気づいたら本当倒れてっから。倒れてみんな腹押さえて。ずっとそうだよ。学生時代からずっとそうだった。いや、いじめられっ子だろ。全然覚えてないんだよね。いじめられっ子じゃねえ、マジで。来てます。ミサマリックだ。おめえまでかよ。読んで読んで。それ言われたら、じゃあなんて言うよ、メールが来てますのことさ。ちょっと気になっちゃっただけですから、ごめんなさい。うん、読みます。変えたいよ、それ。文句言われるんだったら。うるせえな、もう周りから。早く読めだな。ラジオネームテレ東佐久間。あら、こんばんは。テレビ東京の佐久間信之です。ありがたい。担当直入言うね、うん、平子くん、君のお笑いは間違ってる。何度かゴッドタンに出てもらったことはあるけど、うん、編集しづらい。君が有吉さんの後輩でなければ二度目はなかったのはもちろんのことです。君を出すたび出すたび、今度こそは面白いことをやってくれるんじゃないか。そんな期待をするのはもう疲れました。おい、これよ、うん、俺のさっきの親父もそうだよ、うん、ラジオネームで誰かを語るときによ、うん、他のデータ全く書いてこないの何なんだよ。だから本当だからですよ。テレ東行けば会えるから、別にそんなの書く必要がないんですよ、佐久間さんなら。本当だったら佐久間何なんだっていうことになるぜ。なあ。いや、貴重なご意見ですね、本当に。貴重なご意見ですね、じゃない、これ。いや、本当に。やめてよ、本当に佐久間さんとか語るの。ダメだよ。これはなりすましとかじゃないと思いますよ。親父さんもそうですけど、ちゃんと、今日は聞いてたんですよ、みんな、関係者。じゃあ、親父さんも佐久間さんもやべえぜ。ここにこの企画にかっこつけて、こんなまっすぐなダメ出ししてさ。こういう企画だからこそ本当のこと言うんじゃないですか。そういうことだと思いますよ、俺。まっすぐ受け止めてください、平子さん。これは。祝いですよ。あ祝いですよ。もうやべんか。読んでください、いっぱい来てるから。ラジオネームペリー黒船。平子さん、ハピッパ。ハピバね、うん、ガゼルは知っている。最も足の速いライオンよりも速く走らなければ殺されてしまうことを、うん、アフリカのことわざより抜粋。なるほど。関係ねえし。いや、関係ない。関係ねえし。ガゼルとライオンの関係性関係ねえし。いや、関係ないわ。抜粋されたらより関係ねえし。いや、関係俺に落とし込めさ。いや、これ平子さん、これを正面から受け止めなきゃだろ。これどうやって正面から受け止めんだよ、俺が。だガゼル誕生日によ。バカ、黙れ。ハゲ、喋んな。すげえ怒ってんじゃん。ラジオネーム、こんばんは。覚えてますか？あなたが小さい頃に通っていた駄菓子屋のおばちゃんです。聞いてくれてる。あなたは小さい頃から本当に可愛らしく、うん、それにも増してバカで。本当は10円の駄菓子を100円だよと言って売りつけても気づかない。本当に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 バカな子でしたね。たまにテレビであなたが映ると、おじいちゃんは大きな声で、あのバカガキがバカずらしとるぞと教えてくれます。これからも、そのバカ丸出しのバカずらを
恥も臆面もなく晒してください、うん、誕生日おめでとう、うん、ずっと応援してるよ。ほら親父もそうだ、佐久間さんのそうだ、これもそうだけども、うん、全部俺の幼い頃だったり仕事場の記憶を全部台無しにしてんだ。叩かない。だってこれ別に駄菓子屋のおばちゃんの場合のメールはお前のあのデータ書いてもいいぞ別に。いや本当に聞いてるんですよ駄菓子屋の。何価値観出してんだこれ。駄菓子屋のおばさん。聞いてねえよ、なくなった。30年ぐらい前に。俺通ってた、いたよ、通ってたところあったよ。いやだから。あの世からもしかしたらっていうのもあるんじゃないですか。あの世からもしかしたらじゃねえんだよ。だったら余計にだよ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。今日のテーマは平子さんへの寄せ書きをみんなで書こうです。今日が誕生日の平子さんにみんなで書いた寄せ書きをプレゼントしています。台無しだよ。誕生日が。いやそんなことない。こんな人もメール来てます。埼玉県ラジオネームぺったんこ兄弟とカンカン姉妹。みんななんでそんなこと言うの？平子さんはかっこよくて色気あって超絶スーパー面白マンなのに、ねえみんななんでそんなこと言うの？ほらモスぞ。このメール。こういうことじゃないからね。これはちょっと違うから。みんなわかってるからこんなの。超絶スーパー面白マンの。もうタブレットのやつなカンカンの危ないから。みんなわかってるからそういうことじゃない。素直な気持ちで書いてほしいっていう。いじんなよ、もう一枚ぐらいいいの来たっていいだろう。いやこれいいやつじゃないですか。これは。一番ダメなやつだお前これ。色気があってかっこいい。ぐさぐささしてるよな。んでぐさぐさ刺されてまだ読むのか俺が。わからねえよ。ラジオネーム平子の子孫。子孫から来て子孫、うん、2090年からこの寄せ書きを書いてるよ、うん、平子の子孫です。ひいおじいちゃんだよね。誕生日おめでとう。こっちの世界から伝えたいことがあるんだ、うん、僕の一族は貧乏だよ。まずお前が芸人なんてやってっから残す金がマジでなかったんだよ。一流おじいちゃんずっと嘆いてた。金ねえ金ねえって。かくいう僕も今芸人やってます。ひいおじいちゃんを反面教師にして芸風を真似ないように頑張ります。僕は売れたいので。やめろお前ドラえもんの一巻みてえなよ。時空を超えてねえやってきました、ね、2090年からの世話史的なメールメール。こいつでも詳細ちゃんと書いてあるんだ。いやそこはそれが普通なんだよメールの。埼玉市ラジオネームワッフルだけなら。番組の存在は知っていたけど、うん、今日初めて聞かせてもらっています、うん、番組の空気感がすごくいいなと感じて聞いていてよかったと思ったのですが、今日で卒業するということで残念です。今度テレビに出てるの見たら応援させてもらいます、うん、長い間お疲れ様でした平井さん。あれ平井さんって書いてあるよ。ご丁寧にひらがなで平井さんって書いてありますよ。あれうんそうね、初めてこういう分かんない方もそういう方もおめでとうっていう気持ちが多少なりともあるわけですよ。何も顎に手乗せて喋んなお前。いやマジでマジで本当にそうなんですよ。はい、ラジオネーム佐々木のぞみ。きっちゃうか。平子さんお誕生日おめでとうございます。佐々木のぞみです。突然のメッセージに驚いてるでしょうか。実は一度だけ大きな特番でご一緒させてもらったことがあるんですよ、うん、あの時はスタジオですれ違うだけでしたが、あれ以来平子さんのことが気になっている自分がいます、うん、この場を借りて告白したいことがあります。相方である酒井さん、うん、そして番組をお聞きのリスナーの皆さんにも知っておいてほしいことです。え何私平子さんにお尻を触られました。すれ違う瞬間誰にも気づかれないように、うん、品性下劣なクソゴリラは私のお尻を触ったのです、うん、あなたが社会的な制裁を受ける日があるなら、それは今日です。震えて眠れ、クソゴリラ。佐々木希。詳細を載せろ、せめて。佐々木希さんからもありがとうございます、本当に。なんでこれ、なりすまし、詳細書かねえ流れできてんだ。いいんだよ、別にそこ読まねえから。事務所に送ればいいじゃないですか、だってこんな。ラジオネーム、テンガリオン。こんばんは。平子を取り出した産婦人科医の医師です。いろんな方が
私がこの手で平子をこの世に誕生させてしまったこと恥じる。俺取り上げた産婦人科の医師平子って言うか名字でよ、北海道ラジオネームバスケットカウント。さっき寄せ書きした人と以下同文です。抜くな手を。そういうやつもいるからね、うん、ダメだよ。いや、全部でいろんな気持ちが、いろんな気持ちがじゃないよ、素直で優しい気持ち。ダメだ、本当にダメ。俺は嫌だね。メールは以上ですね。なんでお前さん、これメール後半でさ寄せ書きになりますが、これはい、プレゼントです。は、え、は、これ寄せ書き。いや、寄せ書きの形取れや、せめてプリントでも手書きでも書けや、それ送られてきたやつ。ああ。色紙とかに。失礼し、さすがにこのままだとちょっと持って帰りにくいですよ、ね。いや、メールの束で渡すやついねえだろ、お前、これ。あれ、どっかに。こんなバリ雑言のやつ。このメールまとめるものね、こんなところにあった。は？ネクタイピン、こいつは使えるわ。こいつで、こうすればいいのか。よいしょ。平子さん、誕生日おめでとう。ああ、シンプルだけど、うん、ちゃんとデザイン性あって、うん、使えそうなネクタイピンだこと。ありがとうな。平子さん、これからもよろしくお願いします。以上、平子祐希生誕祭、生まれてきてくれてありがとうスペシャルでした。あ、なんか俺っぽくて、多分すげえ探してくれたっぽいの感じる。ボックス、それもボックス、ボックスも、うん、これもありがとう、うん、次から付けっから。